どうも、おはようございます、皆さん。どうも、おはようございます。おはようございます。どうこんにちは、おはようございます。いやー、元気じゃないですよ。毎日ね、パチスロ大変ですよ。行きたくないのもに行って。毎日行きたくもないパチスロ大変。やべえわ、マジで。金とかマジで全然足んないからね。おはようございます。おはようございます。配信も収益化なんないしね。パチスロで遊んでるわけじゃねえわ。別にね、行きたくて行ってねえから。パチスロなんて勝てねえ。いや、勝てるんすよ。ちゃんと立ち回れば勝てるんすよ。知らない人は黙ってた方がいいよ。まあ、そんなに勝てないけどね、もうはっきり言って労力の割に合うのかなって感じ、昔に比べると。どっちってやだから、勝てるけど、その労力の割にこれぐらいの稼ぎで割り合うのかなと思ったりはする。昔すげえ稼げたから、今でも何回も言ってるけど、多分今月本当に、でも毎日朝から晩までね、1ヶ月30日生き続けて、20万から多分40万ぐらいの間なんですよ、大体。期待値で言うと多分。大体それぐらいの間ぐらいかなって感じなんで。平均するとだから本当に、昔なんて本当100万とかいったからね、4号機時代とかね。割り合うのかなって感じですけどね。4号機の本当に勝てるような時とか、あとね、なんかね、なんかまたアンチがね、うるさいこと言ってる人いるんすけど、それに対してちょっとだけ反論させてもらいますわ。うるせえな、この人たちね。なんかさ、なんだっけ、木曽がね、木曽が、俺が言ってもいないことを虚言で言ったんですけど、なんだっけ、俺の財布の中に30万、20万から40万って言ったんだっけ、忘れたけど、20万だか40万だか、30万から40万だか忘れたけど、ぐらい、入って、で、なんか財布の中入ってて、それがバレたら、リスナーに、なんだ、アイテムを投げてもらえなくなるから、金ないふりしないとね。だから、言わないでって耳打ちしたとかなんとか言って、で、俺マジで言ってないんですけど、それに対して言ってないって言ったら、なんかアンチとかがですね、なんかこいつアイテムが投げられなくなるかもしれないから必死だなみたいな、必死になんかこう、ああだこうだ言ってるとか言うけど、そりゃそうでしょっていう話なんですよ。だってさ、ただでさえもう投げ銭とか厳しいのに、ちなみに今投げ銭オフだけどね、また投げ銭解放した時とかはそうなると思うんですけど、だって別にさ、言ってもいないこと、言ってもいないことで、投げ銭が減るかもしれないじゃん、その発言において。で、木曽って多分それを狙ってやってるんだろうけど、俺マジで言ってないから。言ってもいないことで投げ銭減ったら嫌じゃん。そんな言うに決まってるじゃんって話ね。思わない？だってさ、言ってもいないことで投げ銭減ったら嫌じゃない？それは当たり前だろっていう。それは当たり前っすよね。それがどうかしたのって話なんだけどね。アンチがなんかそう騒いでるやついるらしいっすけど、マジで言ってないしね。あいつ、あれなんだろうね。なんか人に投げ銭が飛ぶのを阻止したいんだろうね。
あいつなんだかんだ人に投げ銭くんのが多分ムカつくんじゃない？そう。だって俺ね、前も言ったけどさ、てんてんさんがめちゃめちゃ爆投げしてた時ね、その時あいつと絡んだ時に、てんてんさんのこと金としか思ってないとかって言われたんすよ。なんか慎吾が配信外でてんてんさんのこと金しか思ってないとかって言うんで、私聞いたよとかって言って、なんかそれを配信で言ってたんですよ、昔ね。で、俺マジで言ってないんですよ。でもそれ、俺がマジで言ってないんだけど、それを言ったってことはどういうことかっていうと、俺の投げ銭を止めたいんじゃない？だってそれを、そんな嘘をつく意図よ。なんで嘘ついてまでそんなことを言ったかっていう意図。そうすると、当時ね、爆投げしてたてんてんさんが、あ、それ聞いて、ああ、慎吾ってそんなやつなんだって言うんで、投げなくなる可能性が、なんか生まれるわけじゃん。で、それ以外、てんてんさん以外の俺に投げてるリスナーも、あ、爆投げしても損にしか思われないんだって言うんで、他のリスナーも投げなくなるかもしれない。可能性が生まれるよ。で、今回の件もそうよ。今回の件もそうなんだけど、なんだろう、あれですよね、そう、リスナーになんかこうお金持ってるふりしたら、お金本当は持ってるのに持ってないふりしないとお金投げられないみたいなことを言ったわけじゃん、ざっくり言うと。で、それもなんか結局ね、ああ、本当はこいつ嘘つきだったんだ、金ないふりしてるんだみたいな、もう絶対投げんのやめようって思うリスナーも中にはいると思うんですよ。いるかもしれないじゃん。それを狙って言ってるわけじゃん。しかも俺マジで両方ともね、天帝さんのこの金としか思ってないとも言ってないし、お金持ってるのバレたら、お金がリスナーがアイテム投げなくなるから、投げなくなるから言わないでとかも、マジで両方ともマジで言ってないから。でもさ、その2つの発言を言う意図って、俺の投げ銭を減らすために言ってるわけじゃん。俺の投げ銭を減らしたいがために、言ってないこと、嘘を言ってるわけじゃん。もうただの敵でしかないわけじゃん、俺からしたら。で、前だって一回そういうふうに言われて、なんか言ってねえのに、なんか相当ムカついたけど、まあそれでも一応許したっていうか、まあね、まあいいやと思って、まあ他にもね、もんちゃんって虚言吐きまくってるの知ってたから、でもなんかさすがにね、マジでなんかだんだんうざくなってきて、しかも今回も勝手に来てるしさ、今回も勝手に来てるし、で、こんな俺のね、状態で俺利用して、ネガキャンしてっていう感じなんで、さすがにもう、俺も今ね、あとあいつと絡んでも結局そういうこと言われるんだったらもう、何のメリットもないからね、絡んで、はっきり言って。てか、マイナスでしかないし。しかもね、まあ、何回も言ってるけど、もんちゃんってなんか表向きはさ、いい人キャンペーンずっとやってるから、なんか、やっぱね、一部の人の信頼は得てると思うから、それ本当に嘘なんだけど、嘘だとしても、なんかそれを信じちゃう人って絶対いると思うから、もうマイナスにしかならない。だからね、もう、なんか絶対絡まないですからね。って思いました。そうっすね。で、あとね、どこだっけな。どこだっけ。ちょっと待って。いや、あいつ、裏やばいよ、ほんと。まあ、俺、これ言えないんだけどさ、俺ぶっちゃけ知ってるんですよ。とある人を裏切ることになるから言えないんだけど、あいつ、裏でやってること俺知ってるんですよ、ぶっちゃけ。あいつ、マジでリスナーに嘘ついてることありますよ。これはマジで知ってる。俺、モクソと違って俺、嘘つかないから、これはマジで知ってるけど。まあ別に言わないけどね、とある人を裏切ることになるから。
あとこれだ。あとね、木曽のね、これ。雑談たぬきで今まで散々さらされてるけど、動画、画像アドレスをコピー、これでいいのかな？これで貼れるかな？これ、皆さん各自見てみて、これ。これ。ちょっと、配信上でこれを載せたら ね、肖像権バンとかされるかもしれないので。俺はこの配信上の、ああ、これダメか。え、これどうやっ、ああ、ダメだ。これじゃ貼れないな。どうやったらいいんだろう。どうしたらいいんだろうな。ね、木祖すれ。雑談たぬきの木祖すれの、461、あ、1461か。1461のコメントを見てもらうとわかります。木祖すれの、タイトルは、木祖もんちゃん20、化け物あごお化けっていう、雑談たぬきのすれがあるんですけど、それの、1461のコメント。あとは641のコメントでもわかる。それ見てもらうとわかる。まあ、どういう、これ、配信上で載せちゃうとさ、なんかね、一応本人の肖像権とかもあるから、本人の顔が載ってるからバンしてきそうな気するから、だからちょっと載せれないんですけど、まあどういう内容かっていうと、これは木曽がね、もんちゃんが自分のリスナーにその DM したのを、それを晒されてるんですよ。それの、DM のスクショ画像。まあ、ざっくり言うと、これ、もんちゃんがそのリスナーにこういうふうに送ってるんですよ。お疲れ様。爆走の爆投げ止めたいんだけど、ゆうちゃん、口説いてくれない？私だとバレると思うんだよねっていうのを、自分のリスナーに送ってるんですよ。で、爆走っていうのはツバニャンのことなんですけど、まあ、今もう A バンされてるけど、ツバニャン。で、ツバニャンって、バンされる前めちゃくちゃ稼いでたんですよ。マンスリーもかなり上位だったし。で、どうやら、このなんか、たけるくんっていう方がいて、で、その方が、とんでもない何百万も毎月爆投げしてたみたいで、でそれでその爆投げしてる人のツイッターをなんかその自分のリスナーに送って、でなんかもんちゃん自体がなんかツバニャンに投げるのをなんか阻止したいんだけど、その投げてる人を口説いてツバニャンに、ね、相手も投げるなって言いたいんだけど、自分でやったらバレちゃうから、なんだろう、だからなんかその、なんていうの、自分の、リスナーの、既存のアカウントでなんかそういうふうに口説いて、ツバニャの爆投げ止めようとしたっていうやつ、っていう、なんかその DM が晒されてるんですよ。人の金どうでもいいじゃん。それもんちゃんに言ってきね。 それもんちゃんに言ってきね。これだからね、本当だと思うんだよね。だからなんか人のなんか投げ銭止めたいんじゃない？この人。この人ってそういう趣味があるんじゃない？この人って人の投げ銭を止めたいっていう趣味があるんじゃない？ 自分はね、ナイス稼いだり、投げ銭稼いでるくせに、ね。人の投げ銭は止めたい、自分は稼ぎたいっていうのがあるんじゃない？知らないけど。性格終わってるよね、やばいよね。
だからまあ俺にさ言った嘘に関してもそうだけど、俺に言った嘘もだってさ、まあ俺本当に言ってないんだけど、だ俺の投げ銭が減るような発言をするわけじゃん。で本当に俺言ってないし嘘だしさ、だこの人って多分そういう脳みそしてんじゃないのかな。多分だけど。こいつ性格やばいよね、マジで。まあ、ちなみにそのね、DM さらされてるのは、さっきも言ったけど、そうだ、ウラルハルか、そうだ、雑談たぬきのウラルハルばいいのか。これっすね、これ、各自見てもらえれば。このスレッドの、これ開けますよね。これの、ですね、641の画像。はい。600、このウラル開いてもらうと641の画像。これ昔からずっと貼られてるんですよ。で、多分本当だと思いますよ、これ。多分捏造じゃなくて本当だと思う。はい。これの641と1461のやつを見ればわかる。書き込み。書き込みっていうか画像か。なんかこれ俺がね、配信で晒しちゃうとさ、まあ、もんちゃんとかのこれ顔も載ってるから、だからその肖像権バンされしかねないから、だからこうやって間接的にしかこう伝えられないんだけど。関わった自分も悪いでもういいやん。まあ、関わったっていうか勝手に来られてるけどね、今回に関しては。ちなみにだけど。ちなみにだけど勝手に来られてるけどね。必死だね。いや、そりゃそうでしょ。だってさ、言ってもいないことで投げ銭が減ったら嫌じゃない。当たり前じゃん。ただでさえ投げ銭減ってたのに、まあ、しかも今に関しては投げ銭オフだけどさ、これが復活した時のことも見据えてさ。言ってもいないことでね、投げ銭が減ったら嫌なのと、プラス純粋にムカつくじゃん。もうクソの、なんかその騙されてる人。なんか表ではいい人やってるくせに。ね、常にいい人キャンペーンやって、まあ本当はこういう性格だよっていうのを、しかも俺被害者なわけだから、そんなのね、告発したいじゃないですか。一被害者として。で、それでいて、なんか表向きはさ、いい人キャンペーンやってるから、多分騙されてる人多いんだろうなって思うし、で、被害に遭って純粋にムカつくから、告発したいって気持ちももちろんあるし、だからやってるだけですよ。だからやってるだけ。それのなんかいけないっすかね。なんかいけないとこあります？ほんと騙されないでほしい。ほんとだからね。モクソとかにナイスとか押してるやつは考えた方がいいよ、本当に。で、ちなみに俺こんなことでマジで嘘言わないから、本当に。何回も言ってますが、ね。何回も言ってますけど、そもそもね、今俺の状況を考えてみればわかると思うよ。俺全然金足らないですからね。別に金くれって言ってるわけじゃないよ、みんなに。みんなに金くれって言ってるわけじゃなく、状況を考えればわかると思うんだけど、ね。リボのね、払えてない金額とか見せましたよね。まあ、300万ぐらいあるんですけど、合計。でも、リンクしてないからさ、そのネットでね、ネット紹介のやつ、2社ね。でも、それでも200万、210万かな。210万2社のやつは見せたし、で、それでリボ毎月払ってんのも見せたし、ね。リボがまず、そんだけあって、ね、じゃあ仮に財布の中に、モクソが言う20万から30万だか、30万か40万だか、どっちか忘れたけど、それがあったところでね、全然足らないじゃん。それ全額リボで払ったらもう手元に残るのゼロだし、リボもね、全然まだ一部分しか払えてないじゃん。で、プラスね、弁護士代とかかかったりとか、まあ、弁護士代はなんとか親がね、やってくれるかもしれませんけど、全然足んないじゃん。で、その状態で足りるわけないし、あと何回も言ってますが、ね、口座まで差し押さえされる可能性があるから、ね、お金を財布の中に入れとかなきゃいけない状態なんですよ。わかる？だってこう自分の持ってる銀行口座ね、口座差し押さえされて財布の中に1万2万3万しかなかったら、もう何も行動できないですよ。何も行動できないからね。
それこそ裁判になったっつって、相手のところのね、裁判所めちゃめちゃ遠いんで、多分だけど、リモートで行けるのか、俺が行かなきゃいけないのか、まあ、まだ分かんないんだけど、仮に行かなきゃいけないってなったら、交通費だけで、そんな3万とかじゃ足んないですから、往復分考えて。もう何も行動できないからね、その弁護士をつけるのは愚か。だから、財布の中に、ね、そういう意味でお金を入れとかなきゃいけない状態なんですよ。うん。わかる？だから、そういう状況を踏まえて、ね、そういう状況を踏まえて、俺が財布の中に、ね、お金入ってたら、リスナーがアイテム投げなくなるから、なんだ、これ言わないで、見せないでって言うと思う、もんちゃんに耳打ちで。絶対言わないよね。だって、財布の中にじゃあ、30だか40だかさ、あったとこで足んないんだもん。しかも、ふわっちで今月の頭ぐらいに40万とかドカって稼いだんだけど、そのお金ぐらいは、そのお金がね、ドカってきたんだから、別に財布の中にあってもおかしくないじゃん。それでも足らない。まあ、ちなみにそれは、まあ、支払いとかで、結構消えたけどね。まあ、全く残ってないわけじゃないけど、そう。そう。わかる。その状態で言うわけないじゃん、そんなこと。そもそも足りてねえのに。わかる。だからどっちが嘘ついてるかっていうのを、よーく状況を考えて、くださいね。まあね、もんちゃんって、まあ、ずっと言ってるけど、なんかこう、普段いい人キャンペーンずっとやってるから、だから、なんかで、俺は親の金溶かしたクズみたいなさ、まあそんな、イメージじゃん。そしたら、ね、もんちゃんが嘘言ったって、その嘘を証明できる証拠がなければ、大体もんちゃんのことをね、なんか俺はクズだし、こいつは嘘つきだみたいなさ、で、もんちゃんはこんな素晴らしいことをやってるんだから、嘘つくわけがないみたいなイメージ持つ人って絶対いるじゃん。そう。でもね、こいつ昔からガチの嘘つきだから、本当に。これはマジで。俺ずっとね、たまに言い続けてきたけど、俺だってさ、嘘つかれてるし、他の人だってもんちゃんに嘘つかれて、わ、こいつ虚言だとかっつってね、離れてってる人いっぱい見てるし。なんだよ、いい人キャンペーンって。まあ、いい人キャンペーン。だから、ね、例えば私はナイスを取って、それでカンボジア図書館建てますとか、いい人キャンペーンじゃん。いい人に見せて、いい人に見せてさ、自分はね、こうやってアピールすごいじゃん、だって、もんちゃんって。めちゃめちゃうざいぐらいアピールすごくない？私はいい人に見られたいみたいなさ、名前がダサい。ちなみにこれ、島田紳助がよく言ってたんですけどね。ちなみになんだけど ちなみになんだけど、いい人キャンペーンって、島田紳助が言ってたんですけどね。そう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 。